はい、それではタイタンフォール実況やっていきたいと思います。前回ですね、久しぶりにタイタンフォールの動画を一つ出したんですけども、結構なんですかね、もうちょっと見たいっていうコメントとか、初めて見たのでよくわかりませんでしたっていうコメントがあったのでだいぶ前にね動画出してたので、まあ、なかなか見る機会がなかったのかなと思ったりもしますけども、前回やったタイタンフォールのルールはかなり特殊なルールだったので、今回一般的なルールの方を遊んでみたいと思います。アトリションですね。このルールはちゃんとタイタンがフォールしてきます、タイタンを上から呼んで、地上でね戦わすことができます。まあ、そもそも前回の動画しか見てない人はタイタンが何なのかすらもわからないっていう状況なのかもしれませんけどもこのロボットみたいなやつですね、これをタイタンと呼びます。で、今回アトリションっていうルールは、敵のユニット、ミニオン、コンピューターの兵士ですね、コンピューターの兵士を倒したり、プレイヤーを倒したり、あとタイタンを倒したりすることで得点を、ゲットすることができます。で、300ポイント選手ですね。はい、ということで今回も頑張っていきましょう。よっ、こんな風にね、壁をビュンビュン走れるのがまたタイタンフォールのいいところだったりするんじゃないでしょうか。というか最もいいところですねとにかく疾走感がある。よいしょ、まあ、大体上に位置してれば誰か来てくれます。お、なんかいる。まあ近接キルもできます。こう首をぐしゃっと折ったりね。あ、上で撃ってるな。よいしょ、お、ちゃんとフラググレネードが入りましたね。よっ、まあ今のは、しょぼい兵士というか弱い兵士ですね。で、だいたい上に位置しながら、戦っていくのがタイタンフォールは楽かなと思います。まあどのゲームでもまあだいたいそうなんでしょうけどね。あ、なんかいるよ、今撃ってるのは、ミニオンと呼ばれる雑魚の兵士です。でも一応1点ずつもらえます。なので、細かくね倒していくのも結構大事なんじゃないでしょうか。まああんまり上に居すぎるとあまり印象がよろしくないのでちゃんと下に降りても戦おうと思います。ん？上にいるのか。あれ、上にいるよね。ん？なになになに。あ、なんかいる。あらら、なんか降ってきた。よし、こういう風に敵を倒していくとどんどんタイムが縮まって、タイタンを出すことができます。これがタイタンですね初めて見る方もいらっしゃるかもしれませんけども、こういうロボットを出して戦うことができます。もちろん敵もね出すことができますね。基本的に、パイロットに攻撃を当てることができれば一発で倒すことができます。おお、まずい。よいしょ、ポイント。でタイタンをね、HP を削ると危険マークみたいなゲージになるんですけども、その上で、この近接攻撃をしてあげると、さっきみたいにパイロットを引きずり下ろすことができます。あ、後ろから撃たれてるのか。あれ、どこだ。もうこのタイタンちょっと捨てた方がいいかもしれないですね。場合によっては、捨てることも考えるという感じでしょうか。あんまりねこのギリギリの HP のままいても仕方ないところはあるので。で、ダメージコアオンラインっていうのが聞こえたと思うんですけども、まあ、こんな風に、ダメージをねアップ、一定時間アップするという。よいしょ、もうこれ捨てようあ、こんなの仕方ない持ってても。よいしょ、で今こうスピードがねギュイーンってなってると思うんですけども、これは、パイロットの特殊能力です。スチームと呼ばれる能力なんですけども、移動速度が上がって、さらに、HP の回復も速くなります。よいしょ、あれ、今の爆弾全然当たってなかったで、一定時間ね、何度か、あ、一定時間に1回ですね、何度も使えないわ一定時間に、1回使えるようになってます。
あれどこで戦ってんだみんな。上、上か。あ、あそこに何かいる。でタイタンが呼べるようになったらまた呼んであげると。でタイタン専用の武器もあります。今のはタイタン専用武器ですね。あ、後ろにショットガンがいる、危ない。今完全に後ろにショットガンいましたからね。殺されるところだった。あの裏の方でずっと戦ってんのかなみんな。どこで戦ってんだ。あ、なんか爆発仕掛けのタイタンがある。わー、これは大きな爆発を起こすタイタンですね。タイタンも能力の組み合わせによっていろいろできるんですけども、さっきのタイタンはニュークリアイジェクトって言って、あ、やべ、倒せない、当たらなかった、エイムが。あれ、当たらない、まいったなこりゃ。下手くそだな。この武器をしっかり当てられるかどうかで、タイタンのうまい下手が決まったりすることもあります。まあ、うまくね当てられるといいんですけど。お、これは美味しい、よいしょ。あ、これもニュークリアイジェクトか。あんまりねニュークリアイジェクトって、どうなんですかね、当たらないことが多いので、僕はよいしょ、あ、こうやってパイロットを引くこともできます。踏みつぶしというか、ダメージコアがオンラインになってるので、誰かタイタンが出たら、お、なんかいる、タイタンが出たら、お、パンチ、パイロットはパンチで一発で死んでしまいます。当たり前なんですけど。こんなパンチに耐えられたら人間じゃないですけどね。あれ、このタイタン、お、ダメージコアで倒してみましょう。パイロットが乗ってないタイタンはこんな風にオートタイタンっていう風に、なります。いいよ、ダメージコアは、かなり攻撃力が上がるのでタイタンをすぐ壊せますね。これはかなり勝ってる。あ、ごめんごめんごめん、邪魔しちゃった、ごめん今の許して。結構チームとしては勝ってる試合になりましたね。おお、うわ、えぐいえぐいえぐい、えぐいことになってる、やばいやばいやばい。で空中から、まあ、タイタンの支援をしてあげるとか、まあ、いろんなことができるようになってます。あれ、あー、見えなくなっちゃったよ。こういうなんか作業ロボットとかもいます。これはただの雰囲気なユニットです。雰囲気重視のユニットというか、200点じゃなくて300点選手なので、あとね、あ、エイムなし。ここによくいたけどいなくなっちゃったのかな、上か。パイロットが見当たらないな。見当たらないときはだいたい上にいたりするんですけど、あ、なんか乗ってる、下にいる、やべえ、全然見当たらない。まあこういう風に何もしない時間は作らない方がいいです。あれ、なんか当たらなかった、全然弾が。そんなことばっかり言ってる気がする。あ、上に一人いる、あー、落ちちゃった、嘘。ダサー、上にいるんだけどな。あ、いた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 、おお、危ない危ない危ない、負けるところだった。よし、オッケー。上にいるのが分かってて上に行って負けるってのはもうひどいですからね。ちょっとギリギリ勝つことができました。はい、あ、でも300対200、うん、でもちょっと差が開いてる感じはしますね。で勝つとですね、おお、一騎打ちか、やる気か、お、ナイスガード。待って、後ろにもいる、これやばいやばいやばい。で、タイタンにはね乗ることもできるんですけど、間に合うかな、間に合わなさそう。あ、降りてる、やばい、こんな風に乗ることができます。
乗るとこうコアの部分を開けて直接ね、ダメージを与えることとかもできます。よいしょ。で飛行船に敵が乗ってこの地から脱出するっていう感じでしょうか。はい、今回はまあまあ普通だったんじゃないでしょうか前回はねいまいちな感じでしたけども、はい、ということでタイタンフォールアトリションでプレイしてみました。ちゃんとタイタンフォールしてる、ルールで遊んでみました。はい、ということで、まあもしまた何かあればタイタンフォールやることもあるかもしれません、タイタンフォール本当はこんなゲームですはい、ということで見てくれてありがとうございます。ではまた。